はい、どうも、こんにちは。海ぶどうです。今日は、人脈作りセミナーなどいらねえと、不要だと、ね、それより優先することは、ということでお話ししたいと思います。よく、ありますよね、人脈作りセミナーって。まあ、なんかよくあるのは、異業種交流会とか、なんだ、名刺交換会みたいなね。そういうセミナーってあると思うんですけれども、まあ、要するに、人脈が欲しい、人脈が欲しいって言ってる人の、まあ、頭の中って何があるかっていうと、要するに誰かいい仕事くんねえかな、なんかいいものくれないかな、なんか私に王子様来ないかしらみたいな、うん、なんかそういうなんかなんていうの、他人に頼る発想な人ばっかりなわけですよ。要するに、ね、自分でなんか掴み取ろうと思う人は、主体的に掴み取ろうっていうふうに思う人は、まあ、残念ながらまあいないわけですよね。うん、隙あればなんかも盗んでやろう、ね、誰かに依存して、ね、助けてもらおうみたいな。だからそういう人が群れてるところだから、まず行ったってしょうがないわけですよ。うん。ね、そういう人たちと、まあ今だったらね、名刺交換というか、まあ Facebook かなんか交換してね、まあ、友達申請すると。で、なんかそういう人がいっぱい友達に群れてると、結局、お互いなんかね、なんか知らないけど、こう、いいね押してくださいとかいう請求が来たりとかね。うん。なんかわけのわからんセミナーの、なんだか宣伝が来たりとかね、うん、するわけですよ。で、そんなことやってたって、ね、時間と金の無駄遣いなわけですよ。全然、あなたにとって何の、まあ、メリットって言うとおかしいけど、結局あなたにとっても、その相手にとってもメリットなんかないわけですよ。お互い時間の無駄だから、そんなのやめましょうよ、ね。で、人脈作りセミナーなんてのは、ものすごい金を取ってね、やったりしてることが多いんだけれども、要するに儲かるのは、その胴元ですよ。それを主催してる人。ね。うん、主催してる人のいいお客さんだよ。情報弱者を集めて、で、囲い込んで、商品を売ると。うん、あなたはその、ね、商品を売るうちの一人になったわけですよ。だから、そんなもの行く必要なし。ね、だから、実はね、私もだからそういうセミナーってさ、一回、その、ものすごい高いんだよ。2ヶ月分ぐらいの生活費みたいなさ、一般のサラリーマンのね、2ヶ月ぐらいの生活費みたいな、そういうセミナー行ったわけですよ、わざわざ。実はさ、結局なんかさ、そういう、まあもちろんね、言ってることが全部間違ってるとは言わないけれども、結局、なんだか知らないけど、みんなでね、一緒になって、わあ、感動だ、なんだって言って、ね、大騒ぎして、結局、で、何っていう話なんだよ。うん、なんか、助け合いましょう、与え合いましょうとか言って、結局なんか、バタ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 やってるだけで、で、何って話だよね。うん。何にもならなかったよ。うん。まあ、学びを得たことといえば、まあやっぱり無駄だったなと、うん、やっぱりこういうなんかね、そういう人脈セミナーってやっぱ無駄なんだなということをなんか痛い思いをして分かったかなっていう、そういうことかな。うん、まあそんなことよりもむしろ優先することはやっぱり、自分でまずは、その自分を成長させようと、そういうね、気持ちを持つこと、うん、持ってどんどん自分でやっていくこと、自分のためですからね。うん、結局、要するに一人になれない人は、仲間がいてもうまくいかないんだよ。うん。一人で何もできないから仲間で集まる。ただの小魚の群れじゃん、それって。だその発想自体がもともとおかしいんだよ。もちろん人間っていうのは、ね、一人では弱い生き物だから、集団を作って今の文明を作ってきたんだよ。確かにね。だけど、それって要するにお互いが依存し合ってやってきたわけではなくて、その個というね、独立した一つの個というものがあって、それが結びつくから強いのであるよ。あるんだよね。うん、ね、弱い人がたくさん集まったって結局は弱いんだよ。イワシの群れと一緒やん。ね、サメがブワーって突っ込んで、ボワーって食われて終わりやん。でしょ？うん、だからそんなわけのわからんセミナーにいて、喜んでるようだったら時間と金の無駄。うん、まあ、むしろね、そういうのに参加すること自体が楽しいと思っている人もいるから、別にいいんだよ、そういう人は。勝手にどうぞって話だけど、まあね、僕のいつもこういうね、動画を見てくれてくださっている方にとっては、そういう方いないと思うから、ぜひ、絶対自分で成功したいと思っている人がほとんどだと思うので、やめてください、そういうセミナーは、本当に。時間と金の無駄です。うん、なので、まずは自分が成長するということをしっかりと、まあ、意識してね、どんどん勉強してください。で、実践してください。うん、で、じゃあね、なんかそれってあれじゃないですか、なんかこう、なんていうのかな、一匹狼っていうか、なんか人を蹴落としてでも自分だけ成功しようとする、なんかそういう人なんじゃないですか、みたいに言う人いるかもしれないですよね。うん、いや、そうじゃないんだよ。そういう人間になれってわけじゃないよね。
そういう人間になれってわけじゃなくて、要するに、じゃあこの話をしましょうね。まず一流と三流の違いって何かって話なんだよ。で、よくみんな、例えばさ、資格大好きな人いるけどね、資格試験ね、なんか、TOEIC だとか、漢字検定だとか、英検とかさ、あるじゃないですか。ね、そういうものってさ、例えば、じゃあ英検の3級取りました。ね。で、英検の3級と英検の1級の違いは何かっていうと、そらね、3級取って、もっともっと頑張って勉強すれば、2級が取れる。ね。で、もっともっと頑張って取れば、準1級が取れる。もっともっと頑張れば、1級が取れるみたいな。こう階段式ですよね。上に登っていくみたいな。だけど、一流と三流って違うんだよ。三流がもっと頑張れば二流になって、二流がもっと頑張れば一流になるっていうわけじゃないんですよ。ベクトルが同じ方向を向いてるんじゃないんだよ。実はこう T 字路みたいになっていて、ね、一流になる人はこっちに行く。例えば右側に行く。ね、だけど三流になる人はもう左側に行っちゃう。もともと向かってる方向が全然違うんだよ。じゃあどう違うかっていうと、三流っていうのは、要するに褒めてもらいたいから行くんだよ。その集団の中に。ね、そういう三流が集まるわけ。で、他人に褒めてもらいたいわけ。ね、だから、褒めてもらわないと、なんか厳しくダメ出しされると、怒っちゃったりするわけですよ。拗ねちゃったり、怒っちゃったりするわけ。褒めてもらいたい。だから褒めてもらいたいから、飲み会をやる。ね、褒めてもらいたいから、女子会をやるみたいな。集まって、傷の舐め合いをするわけ。で、みんなで、三流って居心地いいなぁと、ね、言って、どん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 三流どころか四流五流と落ちていくわけですよ。これがある意味人脈作りセミナーだよね。だけど一流になる人っていうのは、要するにもう行く方向が全然違ってさ、ね、褒めてくれる人の話は逆に聞かないよね。なんか自分がどこがいけないのか、どうなのかっていうのを、自分の評価自体を冷静に聞く。で、受け入れて改善するというね。そういう厳しさ、自分に対する厳しさを持ってるわけだから、全然方向が違うわけです。もう最初からその覚悟が、考えてること自体が違うんだよ。な。だから一流はそういう意味で、ね、群れない。群れないんだよ。だから、やっぱり、なんていうのかな、一流同士っていう人は、ね、ずっと一緒にいることで、なんかこう、仲がいいっていうふうに測んないわけ。三流の人は、なんかずっと一緒にいると楽しい、仲がいいみたいな、ね、ふうに測るんだけど、一流の人同士っていうのはさ、お互いを磨くのに一生懸命だから、たまに会って、近況を話して、よし、お互い頑張ろうで終わり。ね、ずっと一緒にいることはないよ。ね、連絡がなければ、あいつ頑張ってんだなって、安心して終わりなんだよ。だけど三流の人間っていうのはね、常に連絡を取ってないと気になるんだよ。LINE 送ったんだけど、返信まだですかとか、Facebook ずっと見てね、いいねがついてるかなとか、コメントがどうとか、そんなのばっかり気にしてる。本当これでも本当失礼ですよね、これってね。そういうやついるじゃないですか。ね、なんか人前で、ずっと Facebook 見てるやつとかね。ひどいやつなんか、車運転しながら見てるやつとかいるからね。危ねえだろ、お前って話だよ。もう中毒になってるわけ。もう常に繋がってないと、な怖いみたいな。これおかしいよね、これってね。そんなのに高い金払って言ってるやつ、本当バカだよね。本当バカだって言ってやりたいよ、本当に。バカですか、あんたはって話だよね。そういう俺も参加したことあるんだけどさ、それでさっきの話だけどさ、本当バカだよね。本当にね。だから俺やばいと思ったもん。あ、これ、こういたら、いたらやべえな、これと思って。金払って超、ものすごい損したけど、でも、ものすごい痛い勉強代だと思って、もう、関わらないようにしたわけ。そうしたら、急にうまくいったんだよね。だからやっぱり、そんなさ、わけのわからん人脈セミナーなんてのは、そんなものに頼ってちゃダメ。ね。まず、自分がちゃんと成長しようと。成長すれば、そういう自分なりに、その一流の人間が集まってくるから。そうすれば、どん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 、お互い上に上がっていくんだよ。ね。で、やっぱり世の中そういう人間が増えた方が楽しいじゃないですか。ね。だよね。だからあなたも、ぜひ、一流を目指してね。夢を手に入れてくださいよ。ね、あなたが目指す夢、いろいろあると思いますよ。ね、こういうことがやりたい、ああいうことが実現したい、あると思います。それをぜひ、ね、やってください。ね、私ももうどん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 やろうとして頑張ってますから、ね、一緒に、そういう夢を実現して、ぜひ一緒に遊びましょうよ。ね、そんなことで、人脈作りセミナーは不要だと。ね、それより優先することは、あなた自身が成長することだ、ってことでした。海ぶどうでした。